どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、アメリカンエクスプレスのクレジットカードからですね、 JAL マイルへの交換が開始になりましたので解説していきたいというふうに思います。またですね、交換開始したということで、こちら記念してかどうかちょっと分かんないんですけども、 25% ボーナスマイルキャンペーンっていうのも開始っていうふうになりましたので解説やっていきたいというふうに思います。いや本当にですね、アメリカンエクスプレスのクレジットカードからですね、各ねマイレージサービスにはね交換することはね今までもできたわけなんですけども、JAL マイルへの、ね、交換っていうのはできなかったわけなんですよね。ですので個人的にはですね、これは本当にね大きな第一歩になるのではないのかなっていうふうに思うわけなんですよね。ですけども先に言いますね、 JAL マイルへの交換はですねできるようになったんですけども、交換レートはよくありませんっていうことなので、こちらはですね、利用される方っていうのはねかなりね限られた方っていうふうにねなるというふうに思いますんで、この点はですね覚えておくようにしてください。まずですね、アメリカンエクスプレスのポイントからですね、JAL マイルに交換する場合についてなんですけども、こちらね対象カードがね限られているっていうふうになっておりまして、アメリカンエクスプレスのクレジットカードのうちグリーンとゴールドとプラチナ、またですねこちらのビジネスカードのみというふうになっておりますので、スカイトラベラークレジットカードであったり SPG アメックスであったりですね、もちろんね ANA アメックスカードとかはですね対象外っていうふうになりますんで、この点はね覚えておくようにしてください。個人的にはですね、スカイトラベラーカードはですねこちらから外れたっていうのは結構意外だったわけなんですけども、ちょっとですねスカイトラベラーカード自体はですねマイルの還元率がですねかなり高いクレジットカードっていうふうになっておりますんで、それがね個人的には理由かなというふうに思っております。次にですね、交換レートに関してなんですけども、交換する際はですねアメリカンエクスプレスの一部のカードにはですねメンバーシップリワードプラスっていうね有料制度がありまして、基本ねこちらに加入しないとですねマイルへの交換レートはですね悪くなるっていった形になってるんですよね。でですね、こちらのメンバーシップリワードプラスの年会費についてはですね年間3000円税抜きっていう風になっておりまして、こちらは自動更新っていう風になっております。ちなみになんですけども、年会費がね13万円するプラチナカードおよびプラチナビジネスカードについてはですねこちらの費用がね含まれているっていった形になっております。でですね、メンバーシップリワードプラスにですね加入している場合であれば、交換レートについては2500ポイントが1000ジャルマイル、未加入の場合は3000ポイントが1000ジャルマイルっていう風になっておりますんで、 ANA マイルでね交換する場合、移行手数料とかですねメンバーシップリワードっていうのはかかるわけなんですけども、アメリカンエクスプレスのねポイント自体は1ポイント1 ANA マイルにね交換することができますので、 JAL マイルの交換レートについては 40% っていう風になりますんで、ちょっとですね ANA マイルとかですねその他のマイレージサービスのね交換レートに比べると、かなり悪いっていった形になっております。ということですんで、基本的にはですね緊急時のみ利用するっていった形になりますかね。普段ね ANA マイルに交換されている方であればですね、ポイントをですねそのまま10日で ANA マイルにはですね交換することができますんで、仮にね1万ポイントを1万 ANA マイルにね交換した場合、 ANA マイルからですね T ポイント経由かですね JR キューポ経由で JAL マイルに交換すればですね 50% で交換することができてしまいますんで、そうなってくるとやっぱりですね基本的にはですね、緊急事態のみの利用かなっていうふうに思うわけなんですよね。それでは次にアメリカンエクスプレスのポイントから JAL マイルにね交換が開始されたということで、こちらね記念してボーナスポイントになってるというふうに思うんですけども、 25% ボーナスマイルキャンペーンというのがですね開始されておりますんで、こちらね解説していきたいというふうに思います。まずねキャンペーンの概要ですね。期間が2020年の10月13日から2020年の10月15日までというふうになっておりまして、こちらのキャンペーンについてはエントリーは不要というふうになっております。
ております。ですので、まあ、交換自体はですね、普通にログインしてね交換するだけでこちらボーナスマイルがね付与されるっていった形になります。でですね、 25% ボーナスマイルキャンペーンなんですけども、こちら上限はですね 12,500 マイルまでっていう風になっております。でですね、対象カードについてはアメリカンエクスプレスのグリーン、ゴールド、プラチナ、もしくはそれのビジネスカードがですね対象っていう風になっております。でですね、今回のキャンペーンの付与時期なんですけども、通常交換分に関しては初回はですね5日から2週間っていう風になっておりまして、2回目以降は当日交換っていう風になっておりますんで、2回目以降はですねかなり交換がね早いって形になっております。でですね、今回のキャンペーンの交換レートについてはですね 25% ボーナスマイルということになりますんで、メンバーシップリワードプラスの会員の方であれば本来ですね2500ポイントが1000ジャルマイルという風になっておりまして 40% なわけなんですけども、このキャンペーンですね 25% 増量ということになりますんで、2500ポイントが1250ジャルマイルにね交換できるっていった形になっております。またですね、メンバーシップリワードプラス未登録の方についてはですね、本来3000ポイントが1000ジャルマイルにねなるところが、3000ポイントがですね1250マイルに、ね、なるっていった形になっております。まあ基本的にはですね、このマイルに交換するのであればですね、このメンバーシップリワードプラスっていうのはですね、まあ加入が必須っていう風になってるわけなんですけども、このねキャンペーン期間中だけはですね、メンバーシップリワードプラスにね加入している方であれば交換レートはですね 50% っていう風になっております。ですので期間はですね11月の15日までっていう風になるわけなんですけども、まあ、50% ですね JAL マイルに交換することができますので、まあ、基本的にですねポイントサイトから JAL マイルの、ね、交換率っていうのは 50% っていう風になっておりますんで、まあそこまでね悪くないのかなっていう風に思います。またね、アメリカンエクスプレスのねこのリワードポイントを ANA マイルにね交換する場合、年間のね上限っていうのがですね4万マイルまでっていう風になっておりますんで、まあ1年間でですね4万マイルまでしか交換することができないっていった形になりますんで、他にね逃がすところがないのであればですね、こちら JAL マイルにね交換するのも、まあ、このキャンペーン期間中はですねおすすめっていう風になっております。いかがだったでしょうか。今回ですね、アメリカンエクスプレスのポイントからですね JAL マイルに交換開始ということで解説させていただいたわけなんですけども、個人的にはですねこのアメリカンエクスプレスのですねポイントが JAL マイルにね交換できるようになったっていうこと自体をですね、かなりね大きな第一歩ではないのかなというふうに思っております。まあ、今までですねこのアメリカンエクスプレスのポイントっていうのはですね JAL マイルにね交換することはですねできないって言って形になっておりますんで、これがね変わったっていうのはですね本当に大きな一歩だなっていうふうに思っております。可能性はね低いというふうに思うんですけども、 ANA アメックスクレジットカードってありますよね。まあ、ああいう感じでですねアメックスが発行する JAL カードなんかもですね出てきたら個人的にかなり面白いかなっていうふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。